皆さんこんにちは。3月8日秩父もてなし TV 小泉智美です。さあ毎日春らしい日が続いていますね。今日もとても暖かくてちょっとねくしゃみなんかも出てしまうので春の花粉には悩まされていますが、本当にこの春本番が待ち遠しいなと思っています。そして春といえば山田の春祭りがあると思うんですが、実は令和になりまして初めての山田の春祭りが3月12日の日曜日に開催されます。山田地区のですね春を告げるお祭りということで3基の笠鉾屋台が出ます。そしてスターマインなども夜は打ち上げられるということですので、お時間ある方はお出かけください。そして、オンラインでもこちら見ることができまして、文化庁の公開支援を受けてお祭り当日の様子を山田の春祭りの公式ホームページから見ることができるということです。もしかしたら私もお邪魔するかもしれませんのでチェックしてください。さあそれでは今日のニュースの項目ご覧ください。さあまずは長瀞火祭りが行われました。小鹿野町の宮本家に直師風呂が誕生。そして第1回皆野町の定例会見が開かれました。春の火災予防運動千葉さんで自衛消防訓練が行われました。そして秩父シンフォメーションは地場産品ブランド化の好事例発表会のお知らせ。今日は以上のラインナップでお送りします。さあ先週末の日曜日、長瀞は多くの人でにぎわっていました。去年一昨年はコロナ感染症の影響で大幅に規模を縮小して行われましたが、今年は3年ぶりに通常に近い規模で長瀞火祭りが開催されました。令和5年3月5日秩父市に春を告げる長瀞火祭りが行われました。この長瀞火祭りは長瀞山不動寺前の広場で行われる荒行で、今年は3年ぶりに通常と近い規模で開催されました。ここで燃やされるごまの霊火は己の欲や汚れを焚き清め、不動明王に慈悲と加護をいただく秘宝とも言われてます。火祭り会場では、燃え上がる炎の上を裸足で歩き、開運厄除け、幸福将来を祈願します。荒行の後にはたくさんの一般参拝者が火渡りを体験していました。
ましては、元大相撲の関取剣岳が、経営しています小鹿野町にあります200年の農家屋敷宮本家のお風呂が力士風呂としてリニューアルしました。宮本さんの大相撲への思いがいっぱい詰まったこの力士風呂、3月7日のお披露目の日、宮本さんご自身にご案内していただきました。いらっしゃいませ。今日はお越しいただきましてありがとうございます。どうぞ。こちらが母屋、宮本家母屋っていうホールになります。まずですね、ホームに入っていただくと、こちらがですね、横綱、私がゆかりがある横綱のコーナーになります。まず化粧マーク、自分さん横綱ですね。私と同期生の白鵬からいただきました横綱になりますね。はい、でもう入ってすぐですね、もう目につくのがこのそびえ立つという、これが鉄砲柱です。相撲部屋にの稽古場には必ずある鉄砲柱になります。樹齢が100年以上経ったのはすごい木ですね。もう本当気迫の鉄砲柱になります。はい、でこちらがですね、毎日武者さんが来ていただいた優勝額のミニチュア版です。これもすごい貴重なものですね。でこちらにあるのが稽古場にも、これも必ずある板番付けということでですね、番付けのこう暗いですね、書いてあります。で私も幕島に帰って現役当時剣でポッと元気の時に使ってた板番付がいたら持って帰ってきて飾ってますね。でこれがですね、今回の目玉、木下雷文先生に書いていただいた、書いている私の師匠の錦絵になります。これが何と言っても今回の目玉で、私のために秩父夜祭りのデザインの化粧回しをつけた錦絵ですね、剣岳。これはとっても気に入ってるんですけど、お風呂のもうメインの壁画ですね、になってます。すごくいいことが書いてあります。これもご覧になっていただけるとで、こちらの庭園もですね、相撲といえば神事ですので、これは榊庭園、うちの宮本家の温泉を入れてますので、これでですね、病気や怪我が痛いところとか、そういうところをかけてですね、清めてからご利用くださいということですね。今日はですね、力士風呂オープンということで取材にお越しいただきましてありがとうございます。なんといっても今日は本当に錦絵の、木下大門先生に書いていただいたこの新作剣岳ですね、これがすごくかっこよく飾られましたんで、ぜひですね、日帰り入浴もですね、スタートしますんで、ぜひこの唯一無二の力士風呂にご入浴にお越しくださいませ。お待ちしております。どすこい。さて、先日皆野町では初めてとなる定例会見が開かれました。3月6日柴崎町政になってもうすぐ1年、定例会見をスタートさせました。令和5年第1回皆野町定例記者会見を始めさせていただきます。はい、皆さんこんにちは。行政は町民の皆様の税金で成り立っております。そのため情報をオープンにして皆様にしっかりとお伝えする必要があると考えております。どんなに良い取り組みをしていても、世の中に認知されなければ意味のない取り組みになってしまいますので、さまざまな意見をいただきながら町の情報を発信していきたいという思いから記者会見を始めさせていただきました。このように冒頭で挨拶した柴崎町長は、情報公開と町の魅力発信などをより強く進めていきたいと話していました。会見では令和5年度の一般会計当初予算について、昨年より 4.28% 増の44億6300万円となることを発表し、
主要事業として小中学生の学校給食無償化やキッザニア東京の入場料と修学旅行費の一部を補助することなど、子育てを手厚くしていくことなどが話されました。柴崎町長は他にワクチン接種会場になっていた町民会館を活用し、文化芸術ワンコインステージなど健康で心豊かになるまちづくりなどを進め、コロナの影響でできなかったことなども積極的に取り入れていきたいと話していました。さて、3月1日から7日までは春の火災予防運動でした。最終日となります昨日は地場産センターと秩父駅の自衛消防訓練などが行われました。勝ちです。はい、通報します。通報してください。はい、地場産センター2階の飲食店から火が出たという想定で、天ぷら鍋から火が出ているのを確認すると、店長が消防へ119番通報を行いました。その後、火が広がらないようにと防火扉を閉めると、わずかな時間でビルで働く人たちが消火器を持って飲食店に集まり、火元となる天ぷら鍋に向かって初期消火の訓練を行い、手順などを確認していました。はい、初期消火始め。はい、OK です。終了します。また同時にビルから避難する訓練も行われ、秩父鉄道の秩父駅駅員も参加して、それぞれが避難経路などや同じビルで働く仲間と情報共有を行っていました。秩父消防本部ではこの春の火災予防運動期間となる3月1日から7日までの期間に、秩父管内にて4件の火災が発生してしまっているそうで、例年に比べてもその数が多いそうです。火災原因は枯れ草などの火災が2件、建物火災や林野火災もそれぞれ発生しているそうで、火災予防について住民にもっと広く知ってもらおうと、はしご車による火災予防の懸垂幕を掲示したり、地場産業振興センターで働くスタッフへ特別な装置を使い火を消す消火訓練を行いました。どうぞご利用ください。また3月7日は火災予防運動週間最終日となっております。引き続き火災予防にご協力をお願いいたします。はい、現在ですね、全国一斉に春の火災予防運動を行っております。先ほどもお話があった通り、冬場は乾燥し、またですね、火の取り扱い等十分注意していただかないと火災が多く発生しやすい時期となっておりますので、どちらとも火の取り扱い、それからですね、就寝前に火の元を確認していただき、火災予防にご協力していただきたいと思います。特になんか秩父地域では気をつけた方がいいことなどありますか？そうですね、この時期先ほども言いました、乾燥しておりますので、枯れ草等の燃やす時とかですね、そういった時に十分注意していただいて、水を用意するとか、その辺の消火器具も準備していただければと思います。現在全国一斉に春の火災予防運動を行っております。どちら様も火の取り扱いには十分ご注意ください。春の火災予防運動にご協力をお願いいたします。続いて市役所インフォメーションのコーナーです。今日は令和2年10月より事業開始し、医師4庁26団体で構成され、令和5年3月にて2年半の事業を終了する雇用活性化協議会事業推進員の堀様においでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は地域産品のブランド化事業の公示発表会についてお知らせということで、内容の方をお願いいたします。はい、皆様、おもてなし TV をご覧の皆様、事業推進の堀でございます。よろしくお願いします。本日は、ご紹介させていただきますのは、地域産品ブランド化の公示例発表会というものを、来たる3月10日1時半からですね、市民会館の欅フォーラムで実施させていただきます。それに伴いまして、おもたらし TV の方に、今回はご出演させていただいてですね、ミサンではございますけども、商品のですね、ご説明をさせていただいた上で、
皆さんにお越しいただけたらというお願いでございます。合わせて木製品についても、今回はご紹介をさせていただいておりまして、その中の一部は、3月の、18日、秩父地場産センターですね、こちらの方の2階のですね、展示コーナーでですね、非常に今回いろいろ伴走型でお付き合いさせていただきました4社様の商品をですね、展示販売という形で実施させていただきます。私どもの方今回2年半の授業を終了するにあたってですね、このような形で発表会をさせていただくのは大変ありがたいことで、農産物関係のですね、亀座屋さんというお菓子屋さんは100年の歴史をお持ちの企業さんで、やはり秩父のですね、思いというものが詰まったものの、発表会になっておりますので、今日ご紹介する形で皆さんにご覧いただけたらなと思っております。はい、今日たくさん実物を持ってきていただいたんですよね。はい、ですね、今回は大きく分けまして発表会をですね、農産物関係の好事例発表ということで、今回令和3年度ですけども、吉田にあります秩父ファーマーズファクトリーさんのですね、フルーツワインという、これも商品開発をいただきまして、現在地場産センターでもですね、販売をいただいているんですが、もともとこの商品を開発するのにあたってですね、食品ロスをなくそうかといういわゆる秩父では非常にフルーツ街道なんていうのがございますけども、その中でリンゴ、みかん、ぶどう、いろいろな商品をですね、今回深田社長の方でいろいろお考えいただいてフルーツワインにしてみようということで、ワインを作りいただいてですね、これは商品として実際今千葉産センターで売ってらっしゃる商品でございます。で引き続いて農産物関係ですと、やはり小鹿野町にございます、秩父、くるみの会さん、これはくるみの木のですね、樹皮を加工してですね、作られた非常に高価な、なかなか手に取ってですね、見ることも少ないかと思うんですけども、非常にその高田代表の方でですね、いろいろご苦労された中でこういう商品をですね、お作りいただいて、今回伴走型でやらせていただいた中で、新製品としてこういう商品化もですね、作っていただきまして、現在いろいろ秩父では行われております絹織物であるとか、そういう着物のですね、一緒に持っていただけたら非常によろしいのかなと。でやはりこういうものは使えば使うほど味が出てくる商品ということになっておりますので、ぜひ皆さんですね、これは3月の18日の展示販売会でも実際に、展示販売していただきますので、実際に見ることができるんですね。そうですね、手に取ってみて実際にそのお作りになっている高田先生も一緒にいらっしゃいますので、いろんなお話を聞きながら、やはりこういうものを作っていただく匠の技のですね、思い入れをお聞きいただくのも非常にいいかなと思っております。生地の部分は秩父銘仙を使用されてるんですか？そうですね、はい、やはり秩父産材を利用してですね、今回の場合は農産物関係、秩父産材を利用した木製品という2つのテーマでですね、各社さんにいろいろな形でですね、ご協力いただいた商品でございます。で引き続いてですね、木製品の中で非常にちょっと特異的なんですが、小鹿野町にございます中川機器製作所さんがですね、これはですね、オリジナル時計といいまして、実際に、原版の方は木なんですが、実際中垣さんは車のですね、プレス関係もいろいろやられてる企業さんで、その中でいろいろ廃材といってはおかしいんですが、そういうもののロスをですね、何か活用できないかという中でお作りいただいて、この秒針からですね、この盤のところのカラーリングも含めて15種類のカラーから選べると。で実際にこの、時間割りです、時間の軸のところのビスもですね、実際に選べるという非常に面白い商品を開発されたもので、今回はですね、従来はこちらの方で、もともとブランド化をしてます
コローラという名前でのホームページございますので、ちょっとご覧いただけたらと思いますが、これは従来の製品の形なんですが、今年度私どもでいろいろ伴走型をやらせていただく中で、SNS の活用であるとか PR の方法みたいなことをですね、講師を入れましていろいろご指導させていただいた中で、縦型のものを作ろうということで、今回はこういう非常にですね、オリジナルとしては面白い商品ができましたので、ぜひですね秩父の、町でですね、いろんな形で売っていただけたらいいなと思っております。一家に一台あったらこれは宝物になるのではないかなと思うくらい非常によくできた製品でございます。とても廃材とは思えない。そうですね、はい、はい、とてもおしゃれで手作りをしていただいておりますので、一つ一つがやはり思いが入ったですね、うん、オリジナルの製品になっております。はい、うんうんうん、で引き続いてですね、今回木製品の中で、特に関の木材さんというもともとはですね、名木業というものを30年前から始められている企業さんでございまして、3代目の関野さんの方でいろいろな形でですね、アレンジメントをいただいている中で、一昨年木コレでも入賞した商品がこちらにございます。藍染めでですね、お皿のプレートを作られたものなんですが、非常にこのよくできた商品でですね、評判がいいということで、秩父地域です今8カ所ぐらいで展示販売もされているようですが、うん、やはり秩父のお土産としてもいろんな形で今マニアの間では注目されている商品で、なかなか従来の秩父の、お土産といいますとやはりお酒であったりとか、そういうものが主体で多いんですが、こういうものをぜひお土産に持っていきたいということで、ぐい飲みなんかもございますけども、そういう商品もですね、皆さん手に取ってですね、ぜひ送りたいということでお問い合わせをいろんなところからいただいているようです。はい、木を藍染めで染めるっていうのはなかなか聞かないですよね。そうですね、はい、珍しいですよね。藍染めで染めると実際そのお皿なんかにした場合には非常に扱いは木なので難しいところはあるんですが、実際どういう加工をしているのかという安全性も含めまして、今回は私どもの方ではパンフレット等をご用意させていただいてですね、利用者様の利便性を向上させるための、愛する楓ダウイルというこういうようなパンフレットをですね、ちょっと作らせていただきまして、実際に藍染めの体験教室みたいなものも、昨年で、1月にですね、工房関野というもので一応新しい、場所を用意させていただきまして、実際に体験していただこうという申し込みもできるような5000円ぐらいで一応自分たちでオリジナルのその藍染めを体験して実際に作品を作っていただくという、そういう試みもですね、関野さん非常にハングリーな方で風貌もある方なんですが、やはり自然の木をどう生かしていくのかという部分で、やはり3代目さんなりにいろいろ創意工夫をされてですね、現在に至っておりますので、ぜひ上野町に工房ございますので、ご興味のある方はお問い合わせしていただいたらなと思っております。実際に自分で藍染めをお皿にして自分だけのお皿が作れる。そうですね、はい、一家に一つですね、そういうものがあっても非常にこれからの世の中では非常にいいのかなと思っております。うん、はい、で今回伴走型支援による発表会を8社ほどさせていただくんですが、各社様非常に思い入れのある形でですね、いろんな形のものをですね、お作りいただいて、先ほどもちょっとご紹介した皆野町にあります亀座屋さんなんかでは、やはり100年の歴史の中でのやっぱり、老舗のお菓子屋さんですが、ポロタングリというものを皆野町で、ありますポロタン研究会というものがありますけども、非常にそれを使った渋川のですね、商品化をしていただいたりとか、今日はちょっとお持ちできなかったんですが、そのような紹介もさせていただいております。あとは最近ですと非常に農産物関係では、関東屈指のですね、年間10万人ぐらい訪れるという小松沢レジャー農園さんがですね、
原木しいたけを使ったですね、佃煮というものを商品化していただいておりまして、この商品につきましては今急ピッチにいろんな形でですねテストマーケティングを行われてまして、先週の3日4日では、西武鉄道さんの私服の、52の私服というご参加者にですねいろいろテストマーケティングをさせていただいたという商品でございます。これはこれからですね、今年度の中旬ぐらいにはまた新たな商品として皆さんにお届けできるのではないかなと思っております。はい、じゃあ改めて最後に、はい、こちらのチラシを出していただいて。そうですね、ありがとうございます。はい、秩父産品ブランド化の好事例発表会、これが3月の10日のですね1時半から、秩父の宮記念市民会館欅フォーラム1時半から4時20分まででございます。ぜひ皆さんご参加いただいてですね、新たな商品化の、一端でですねアイデアを吸収していただけれたらなというのが私どもの思いでございます。それともう一点、先ほどからちょっとご紹介しておりました木製品につきましては、これは制作者の方もいろいろご参加いただいてですね、直にですね商品の、開発意図であるとか、いろんな形のものをですね見ていただく場として設けさせていただいております。地場産センターも1月には丸1周年になりますけども、まあそれに沿った形でですね私どもをご協力させていただくということで、2階展示コーナーでございます。これは朝の10時からですね夕方の、3時までを予定しております。ぜひ皆さんお出かけいただいてですね、秩父の良さをですね再認識いただけたらなというのが私ども協議会のお願いでございます。本日はいろいろありがとうございました。はい、そうですね、秩父の事業所の皆さんの熱い思いが困った商品の紹介をしていただけるということですので、皆さんぜひご参加いただければと思います。はい、はい、じゃあ今日のおもてなし TV はこちらのコーナーが最後ということなんですけど、はい、雇用活性化協議会さんが3月で事業終了するということで、はい、こうした何か思いとかございますでしょうか。そうですね、令和2年10月から6人のスタッフメンバーでスタートした事業協議会でございますけども、多くのですね町の方、各県の方、自治体の方にですねご協力いただきまして、無事にですね2年半の事業が終了できるということは非常に感慨深いところなんですが、今回こういう形で好事例発表ができたということも一つの産物でございますので、今後もですね協議会、また新たな協議会が、本年10月にはまた立ち上がりますので、その節は皆さん給食活動も含めてですねご協力いただけたらなというのが私どもの切なお願いでございます。堀さんの思いも困った今回事例発表ということなんです、ね、そうですね、はい、いろんな形で皆さんにご協力いただいたことを本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。はい、じゃあ、今回の動画が面白いと思った方はいいねボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。はい、じゃあさようなら、バイバイ、ありがとうございました。